後期ジュラ紀は、中世代のジュラ紀を3分したうちの最後の地質時代。1億6350万年前プラスマイナス100万、年から約1億4500万年前にあたり、古い順からオックスフォーディアン期、キンメリジアン期、シトニアン期に分けられる。1億5000万年前の南半球ゴンドワナ大陸は、 オックスフォーディアン期の時点で、アフリカ南アメリカ地界と、オーストラリアインド南極地界に分裂を開始した。チトニアン期にもなると、海進の影響をもあって、ゴンドワナ大陸とローラシア大陸が分断され、またヨーロッパは、当初と化した。加えて、キンメリジアン期からチトニアン期の前には、後のイベリア半島と、北アメリカ大陸が海で隔てられたため、 当時のイベリア半島は両大陸から孤立していた。ただしいずれも完全に分断されていたわけではなく、短期的に陸橋が形成されることもあり、恐竜の移動を完全に断絶するほど大きな妨げにはならなかった。後期ジュラ紀は全球的に温暖湿潤であったが、当時のイベリアや北、アメリカなどでは頻繁に乾燥気候と湿潤気候が交互にもたらされていた。 二酸化炭素濃度は中期ジュラキから続けて徐々に上昇しており、関心予の地球よりも高い5から10%程度を占めていた。植生は三上期と大きく変わらず、湿潤地域では旧暇植物門が繁栄した。主要な後期ジュラキの地層としては、ポルトガルの老林にある遺草と、アルコバサル遺草があり、多くの恐竜の種が産出している。 いずれの層も気候はやや乾燥しており、故障をはじめとする水辺に植物が茂っていたと考えられている。北、アメリカでは、モリソン・ルイ層が代表的な地層である。中期ジュラキまで広大であった北アメリカの内湾は、陸化して湿潤な氾濫源を形成し、新葉樹や木製枝及び胃腸やソテ鉄が生育した。水辺から離れるにつれて、後輩地は乾燥し、 植生はサバンナを経て、シダ植物に覆われた地面に変化した。現在の地球の植生との対比から、当時の北アメリカは熱帯気候、または湿度の高い温帯気候であった。一方、新疆ウイグル自治区に位置する古純ガル盆地には、河川や湖床が点在し植物も繁茂していたが、気候は高温で乾燥していた。恐竜の龍板類のうち龍脚類は、 世界各地で放散、巨大化を遂げた。北アメリカとヨーロッパでは新竜脚類のカマラサウルスカとブラキオサウルスカ及びディプロドクスカが生息した。ブラキオサウルスカは後のアフリカにも生息したほか、後の南アメリカを経由して北アメリカへ回帰したものもいた可能性がある。またディプロドクス上科のうちディクラエオサウルスカの生息域は アフリカと南アメリカに限られ北半球のみに分布するディプロドクス化とは対照的に南半球を中心に分布していた。新竜脚類の中には急速に大型化し体重50トン超という史上最大の陸上動物に進化したものも出現した。中華人民共和国を中心とする東アジアは当時孤立しており、 新竜脚類に属さない独自に進化したマメンチサウルス科が生息した。獣脚類の恐竜ではティラノサウルス浄化がすでに出現しており、オックスフォーディアン期では中国のグアンロン、シトニアン期ではポルトガルのアビアティラニスと北アメリカのストケソサウルスが確認されている。ただしこの時代のティラノサウルス浄化は支配的な捕食動物ではなく北アメリカには トルボサウルスやアロサウルスが、アジアにはヤンチアノサウルスなどが生息していた。またこの頃までにアルバレスサウルス化が出現した。希少性の獣脚類としては、蝶類と別に飛膜を持つスカンソリオプテリクス化が登場したが、鳥群との生存競争に敗れたためか、前期白秋を迎えることなく絶滅した。アンキオルニスやアーケオプテリクスといった蝶類に近い。 翼を持った恐竜が出現したのも後期ジュラ楽である。長万類の恐竜では、賢竜類は多様化した一方、賢竜類と同じくそう縦暗黙に属する極竜類も進化し始めていた。前肢にスパイクを持つ基盤的長脚類や二足歩行の基盤的角竜類も出現した。ありがとうございます。